はい、酒好きには元新潟人の石戸川です。今回はサントリーのザ・カクテル・バー・プロフェッショナルのジン&トニックジントニックです。アルコール度数 7% で、ライム新石種使用。以前はなんだっけ、なんかこれのシリーズ飲んだよね。ジンが効いてキレのある理想のジントニックを実現するために2回蒸留したこだわりのドライジンを使用。原材料名がスピリッツとジンと、糖類と酸味料と香料と炭酸ガスです。まあアルコール度数 7% ってことは割かしあれなのか、割かしきつめのあれなんですかね。はい、最近はね、トニックウォーターを、まあ、ケース買いしてますけど、夏なんでね、暑いので、ジントニックはよく飲むんで、うん。ということで、乾杯。うん、美味しいですね。うん。だいぶ、あれだな。サントリーにしてはまともにできてる。カクテルバージントニック。前飲んだのモスコミュールか。2回蒸留した飲み応えのあるジンと、風味豊かなジャパニーズクラフトジン、過去6の、原酒の一部をブレンドし、さらにライムを丸ごと凍結粉砕した新石種を使用することで、ジンの風味が効いたキレのある味わいを実現しました。わりかし美味しいですね。あ、夏限定のドライモヒートなんてのが出るらしいぞ。期間限定。モヒートはね、作るのがめんどくさい。大体、ミントなんてないっていう話ね。うん。ミントなんて持ってねえんだよって話。俺も最近結構ジントニックはよく飲みますけれど、これはあんまり甘さが抑えられている。ジントニックとしてはあんまり甘くないタイプの。ね。まあジントニックって結構甘いんですけどね。うん。結構ドライですね。まあ、ジントニック作るのにトニックウォーターが必要ですけれど、トニックウォーターってなかなかあんまり売ってないんですよね。そこがあれだよね。厳しいところで。まあ、あとまあ、ライムジュースもいるっ
ちゃいるんだけど、まあいらないっちゃいらないですね。ライムジュースは別にあってもなくてもどっちでもいいんだよ。あれは。ライムはね。ライムはあってもなくてもどうでもいいんだよ。結構か、炭酸も強めで。暑い。今はね、28度。エアコン28度に設定して、で、扇風機でね、しのいでおりますけども。まあ、被災者の人はね、扇風機だけで、まあ、最近ほら、水害ありましたけれどね。被災者のことを考えるとね、まあ、扇風機だけでね、しのいでる人もいるんで。まあ、実に、胸が痛いですけれども。まあね。まあ、でも、うん。まあ、そんなことも言ってもいられないですからね。自分はね、余裕がないんで。うん。他人に構ってる余裕はなど、ないんだよな。いやー、やっぱジントニックはやっぱ美味しいですね。夏、特に夏ね。特に夏。まあちょっと甘さは抑えめですけどもね、こちらのね、ジントニック。まあなかなか、まあ美味しいっちゃ美味しいですね。ということで、2244です。ご視聴ありがとうございました。